はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は6月の21日で金曜日です。空はね、雨降ってますね。ということで、キューちゃんは今日は休みです。昨日はね、すっごい暑かったんですけどね、今日はね、寒いですね。もうどうなっとんじゃいっていう感じです。この気温差、風もあるんでね、この動画はね、ちょっと洪水になるかもしれないですね。部屋を掃除しててね、キューちゃんがね、もうどうしてもルンバに乗りたいって言うんですよ。ほんまに乗るんかいと思ってたけどね、乗ってました。もう充電中もね、純ちゃんね、まだかまだかって言ってね、ルンバにね、ちょっかい出してるんですよ。もうね、純ちゃんがね、ルンバに乗った時に感動しましたね。もう可愛いのよ。実はね、キューちゃんもね、最初乗りたいって言ったからね、乗せたったんですよ。でもね、動き出すとね、やっぱりね、ダメですよね。降りちゃいますよね。初はもうどう見ても乗れん。乗ったら多分動か。純ちゃん乗った時もね、モーターがね、この、乗るとこによって場所がね、バランスが悪くてね、モーターに負担がかかってて、ギギギギ言うてたんですよ。純ちゃんなんか問題あってね、知らせに来たんですけどね、行ったらね、ルンバがね、ひっくり返ってたんですよ、玄関で。あれ落下したと思うんですけど、通常ルンバってね、センサーがあってね、落下しないようになってるんですよ。時々ね、変はするんですよ。もうね、ルンバ動かないようになってしまってね、純ちゃんね、テントの中で引きこもってしまってたんですよね。まあ、ルンバね、ちょっとね、治ってくれたらいいんですけどね。一応ね、充電はできたんですよ。あと、あれでね、動いてくれたら、問題なくいけると思うんですけど。あとブラシも何本かね、折れてましたね。ということで、ルンバが治ってくれたら、もうね、純ちゃんも喜ぶと思うんですけど。今日のニュースはね、まあ一番はね、都議選挙、東京都議選挙の、がニュースになってましたね。とある候補者の選挙のポスターが、ほぼほぼ全裸のね、女性の、なんていうんですか、ポスターなんですよ。多分あれイラストやと思うんですけど、全裸なんですよ。ほんで見られたらあかんとこにシールを貼ってるだけで、あれどう見てもね、あかんな、やったら。で、ポスター貼ったとこがね、ツイッターにも出てたんですよ。これ絶対めちゃくちゃね、警察に通報行ったと思いますよ。今日はね、ちょっとね、ルンバ動くかね、試してみたいと思います。ちょっとね、ここでね、雨宿りしたいと思います。はい、ちょっとね、雨ね、全然止まないんで、もう行きたいと思います。入って。けいちゃん待ってたー。姉ちゃん待ってたー。
はい、今日のご飯ができました。今日の朝ご飯はもち麦のご飯に野菜炒めにかぼちゃとヨーグルトです。野菜炒めは小松菜に卵にソーセージに、そんだけです。あとはかぼちゃは電子レンジでやりました。これかぼちゃうますぎ。いや、今日の野菜炒めも美味しい。小松菜と卵うますぎる。かぼちゃヨーグルト、はい、美味しい。今日はね、ずっと雨みたいです。じゅんちゃんはソファーにいます。ハスとキューちゃんはね、あのこたつのあたりにいます。はい、今日はこんな感じです。